します。はい、はい、取れるかな、これでいけるかな。あ、いけた、初めてのピザ作り、きた、めでてー、やったー、できたか。1枚目のピザは一番好きな人にあげていいよ、はい、ただでプレゼントしていい。これ戦争、これ、あとここにピザベース置いとくから使ってね。困ってる困ってる、プレイボーイ困ってますこれ。みんなちょっと待とう、分かった、あれだよ、限界ピザですか。はい、限界でお願いします。限界で了解です。はい、ありがとうございます。力入れといたんで、ちょっとリリカちゃん、ちょっとこっち来て。あ、聞こえた、来て来て。あ、うん、はい、あれ、聞こえた、ひそひそ話にして。はい、リリカちゃんにプレゼントがあるんだ。何、待ってね、なんか初めて作ったピザは一番大切な人にあげてって言われたの。あ、うん、言われてたね。だからあげる。え、いいの？もらって。え、なんでひそひそ話にする必要があったの？知られたくないの、リリカとの関係を。え、なんか逃げたんだけど、なんだ、なんか逃げられたんだけど。なに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 、ほんとにピザ？偽物だったりしない？え、ピザだ。え、なになに、照れてんの、なに、ちょっと照れるじゃん、やめてほしいんだけど。なにピザじゃん。え？え？もしかしてアリアさんにもあげてる？次行くぞ、全員に来るぞ。ちょ、まだバレる。メニューに不安は。アリアさん。アリアさん。はいはいはい。なんすか？ちょっとこっち来て。こっそり水さん。今店長忙しいかな。店長。社長いる？社長いないか。社長、お外にいます。社長、ちょっとね、聞くことがたくさんあった。あ、ごめんなさい、こそこそ話になってます？商品説明が、なってるよ。これ、受け取ってもらっていいですか？入力しなきゃいけない項目で、なんて地面に置きました。何？地面に置きました。え？さっき焼いたピザ？そう、ちょっと、一番大事な人に。あ、わー、なんか聞いたんで。ちょ、待って、失礼して、返して。おい、待ってください、お願いします。逃げろ。社長、はい、社長、やばい、何ですか？社長、早く入った方がいい。はい、なんだ、やってる。え、何やってる。え、あれ、何ですかこの。え、愛のために、これもしかしてのですか？あ、これ私のあのピザフラワー。ピザフラワー、本当だ。あ、別に青くんからピザもらったりとかは。あ、青くんからピザももらいました。あ、それをなんて。あ、一番大事な人にみたいな。うーん、あー、ちょっと私ピザ作んなきゃ、ちょっと、私ちょっとピザ作んなきゃ。やり損ねたか、クソ、やれると思ったんだけどな。さあ、どこかな、青くんは。どこかな、出ておいで。何してるの、そんなところで。すいません、すいませんでした。すいません、何してるの。じゃあ僕は僕今ちょっと樽になろうかなって思って。あ、そうなんだ、樽にね。違う、リリカちゃん、違うじゃん。僕、リリカちゃんがやっぱ、ほら、一番大事だからさ。リリカちゃんにどうしてもピザあげたくて。リリカを寒い中、外に放り出したと。あ、違う、ほら、やっぱほら、熱々のピザは外で食べた方が美味しいでしょ。ちなみにリリカ、銃持ってんだけど。リリカちゃん、落ち着こう。あ、違う、大丈夫かな。あの、助けてください。助けてください。違います。リリカちゃん、違う。僕はね、2枚できちゃって。ポンちゃん、それ使っていいよ。ピザ、ね、たまたま2枚できたってだけで。じゃあ、銃持てないっすもん。じゃあ、1番は、1番は、それは、ほら、ねえ、やっぱほら、メンバーという意味ではもちろんリリカちゃんが一番大事じゃないですか。あ、メンバーとしてはね。違う、リリカちゃん。あ、はい。やばい、助けて。店長、はっきり知りたい。店長、さっきはすいません。店長、すいませんでした。さっきちょっとすげえ名前言いましたね、僕ね。ひどいよね、もてあそばね。自分で物語を進めるんだ。選択の時だ。店長も銃持ってんだよね。僕が店長に一番最初にピザあげれば丸く収まったってことですか？いや、それは俺が燃える可能性があるから。確かにそうだった。そうか、そうなるとだな。燃えることから逃げないでくださいよ。そうだ、燃えることから逃げるな。なんで巻き込むな。今店長が全てのヘイトを買ってくれたと思ったのに。よくないですよね。
店長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 もね、あのそういうことありますよね。何が？お逃げたぞ、追いかけろ。死ぬ前に逃げろ、死にたくない、逃げろ。くそ、車を置いてきてる。でも行けることが分かった。これで謝ろう。引いても大丈夫って。あ、え、許可出た。あの、その、あの何してんの。あ、間違えた。いや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 、皆さん、あの、席じゃないから、すいませんでした。すいませんでした。どうしてすいませんでした。許してくれる。そうやないな。ありがとう。喋ってるな。あ、戻りました。どうも、生きて帰ってこれたようで。あ、3回くらい死にかけましたけどね。店長、でも僕怖いっす、女子。いや、いやもうリリカちゃんともう仲良しだから。私、あの2人手組んじゃって。あなたが撒いた種だからね。そう、なんか店長髪長いせいでおばあちゃんみたいになってる。あなたが撒いた種だから。あなたが撒いた種だから。あなたが撒いた種だからね。それはね、私じゃね解決できないよ。すいません。若いうちはね、多少危ない橋も渡ってみるもんだよ。一人の女の子を選ぶって難しくないですか。そうだね。おばあちゃん、そうだよ。私も、私は選ばれない側だったよ、よくね。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、本当におばあちゃんだったら口説いたんだけど、ちょっと本当はおじいちゃんだから。騙されないか。騙されないな。だっていっぱいジュース飲む。